自然度発言、個別企業についてではない。麻生氏。麻生副総理、財務省は内部留保、利益剰余金をため込む企業を主戦度と批判したことについて、6日の閣議後の記者会見で個別の企業について申し上げたのではないとした上で、デフレ不況と戦っている中で好ましいとは思わない、そのことを説明する趣旨だったと釈明した。主戦度発言は5日、信託銀行などが加盟する信託協会が開いた賀詞交換会での挨拶で飛び出した。麻生氏は6日の会見で、企業が法人減税を求めてきたことに言及しながら、利益が出れば賃上げや配当に回すのが望ましい。減税などで儲けた金を使わずに貯めるのか。何のために企業は金を稼ぐのかと繰り返し強調した。ところで、主戦度の意味がわからない方に説明します。主戦と主戦度。17世紀フランスの劇作家、モリエールの喜劇作品。金を貯め込むことばかりに執心する、ケチな人。金を貯め込むこと、金銭そのものにばかり執着し、必要な場合にすら金を出さない、出したがらない人物のことを指す。吝嗇家、金の亡者とも呼ばれる。いわゆる倹約家や、目的があって金銭を欲している人物とは区別される。ただし、後者の場合でも、金銭が絡む事柄に対するその人物の態度が強烈であったり、行き過ぎたものである場合、他者からは主戦度と評価されてしまうこともある。様々な物語における定番の悪役であり、最初は貧乏だった主人公が最後には幸せになることが多いのに対し、主戦度は大抵ひどい目に遭っている。日本では、舌切りスズメや小太りじいさんなどの話が有名である。ただし、外国の作品ではまた違った扱いや解釈をされることも多い。ディケンズの小説、クリスマスキャロルのスクルージは改春が示唆されているし、シェイクスピアの名作、ベニスの商人に登場するシャイロックは、単なるあざつく張りの悪役というだけでなく、喜劇らしからぬどこか哀愁の漂う解釈がつけられることが多い。